皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、ゆいちゃんがいつもレッスンしている赤坂にあるマイゴルフレンジに来ております。今回はゆいちゃんのインスタグラムでゆいちゃんがフォロワーさんに、まあ、どういうことで悩んでるか質問をしてくれて、はい、まあ、その質問に沿って、まあ、レッスンをしてもらいたいなと思います。じゃあゆい先生のレッスンしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、今回の動画はアプローチ。はい、アプローチを、はい、結構ね、アプローチ悩んでる人多かったみたいで、まあ、アプローチででもいろんな打ち方あるから、うん、まあ、ちょっとどういったものをゆい先生に教えていただけるんですか、今回は。今日は一番普通のアプローチ、スタンダードな、うん、その52、58度でみんなが20とか30ぐらい打てる感じの普通のアプローチをやりたいと思います。はい、まあ、2、30ヤードって意外と難しいもんね。そうやって一番多かったのがトップしちゃうんですけどっていうのが一番多くて、うんうん、それをちょっとやっていきたいなと思います。はい、わかりました。はい、じゃあお願いします。じゃあゆい先生お願いします。はい、じゃあちょっと絡まなくていいかアプローチをやっていきます。はい、アプローチみんな大体52、58、うん、まず言うと S、A、そうね、大体持つと思うんですけど、私は距離で分けてて、52度の場合は80ヤードから大体5、60ヤードぐらいは52で打って、それ以下は大体58で打つことが多いです。で、今日は2、30ヤードだから58、S ですね、サンドウェッジ持ってやっていきたいなと。で、アプローチまず気をつけてほしいのは体重の比率ですね。ダフっちゃうっていうパターンで一番多いのが、みんな構えアイアン打つ時よりも少しスタンスちっちゃくすると思うんですけど、ちっちゃくして左足に乗せるんですけど、左足に乗せる時に左足に乗せすぎちゃうパターン。こういう感じの構えだとヘッドが先に落ちてきてダフっちゃうっていうパターンが一番多くて、構えて左足に乗りすぎてこういうふうにちょっとダフっちゃう、でボールが思った方向に飛んでいかないパターンが一つと、トップしちゃうっていう場合はこうやって構えてます。構えからヘッドが走ってトップしちゃう、こういうパターンよく見ますね。そう、これが一番多いかなと思うんですけど、はい、まず原因は、うん、ちょっと遠いかな、大丈夫、うん、構えてダフっちゃうパターン。ダフっちゃうのはさっき言った通り、ちょっと左足に乗りすぎてる人が多いじゃないかなと。まず構えますね。ボール足幅短くしてボールの位置いつもより少し右目に巻いて構えます。で、この時に左足に体重乗せてほしいんだけど、こういう風に乗せちゃうとダフりやすくなっちゃう。左に体重乗せてほしいけど、体の軸を一緒に左に持っていっちゃうとこういう形になっちゃうので、自分の体の軸はあくまでも変わらず体重だけ少し左、こういう感じです。で、構えで打つ。で、もう一つ、手がさっきヘッドが走っちゃう、トップするパターン、こうなるとトップしちゃう。なのでアグレスで作った手首のこの角度を維持したまま入れて打つことが大事です。打ち終わった後の形がこうなっちゃうのが不正解です。こう、ここで止まるのが正解。これが正解。うん、正面から撮ってみますか。そうだね、正面の方か。ちょっと待ってくださいね。正面からの正面から、うん、アングルを撮ります。悪い例をまず先にやります、ね。うん、左足に乗りすぎてるこのパカ、手首が返りすぎてヘッドが走ってトップしちゃうとか、で
はいつもより足幅を狭くしてボールの位置少しだけ右に置いて、体の軸はまっすぐのまま体重少しだけ左にかけて、このアドレスで作った手首の形を保ったまま、うん、いい感じですかね。いい感じです。まあ、あともう一個は、はい、よくあるのがこういう風にバックスイング取っちゃう。今日は、アドレスで作った手首が曲がっちゃう。で、ヘッドの軌道がインサイドに入りすぎちゃうと、こうなると何が起こるかというと、短い距離でシャンクが起こりやすくなります。ここでガバッとフェースが開いちゃうので、このまま降りてくると完全にシャンクしちゃうので、短い距離のアプローチは特にこのフェースの面が変わらないようにまっすぐ、こういう感じです。こっちじゃなくてまっすぐで、ここシャンプーすると、こうやってこまると、うん、で、まっすぐまっすぐ引いてっていう感じですね。ありがとうございます。はい、大丈夫かな。大丈夫、完璧です。ということで、一番質問の多かったアプローチトップしない方法、うん、まあ、その他もいろいろまとめて説明いただきました。ありがとうございます。アプローチはゴルフ場で試すよりも練習場でいっぱい、ね、練習した方ができると思うので。そうだね、まあ、あとでアプローチに関してはやっぱこうゴルフ場出ると全く平らで、うん、こうラフじゃないとかフェアウェイじゃないとか、いろいろこう芯が多いんで、うん、そういうなので、まあ、とりあえず一番最初は普通のフラットなところで練習してみてもらって、はい、で芝生の上で試してみてもらえばいいかなと思います。はい、皆さんやってみてください。やってください。